マフラーステーが割れてしまいましたね。ということで折れたステーなんですけど、板厚は3ミリですね。これが折れちゃうんだからちょっと困ったもんですけど、それをこのホームセンターで買ったね、9000円で買った100ボルト溶接機で直したいと思います。2ミリと 1.4 ミリ。これあれば大概直せると思います。SR って結構マフラーステー割れることが多いので、あると意外と器用な人ならね、便利だと思います。ではやってみましょう。はい、ということで終わりですね。意外と漏れたんじゃないかと思います。どうでしょうね。SR のマフラーのステーは意外と割れやすいと思うので、社外品に関しては、特にリジットマウントのやつとかはですね、すぐ折れてしまうので、溶接機、溶接棒、溶接面、あとまあサンダーぐらいあれば
ちょこちょこね自分でいろいろいじったりしてる人とかはね、すごい助かると思いますね、あれば。私はですね、昔ブルックランズのトライアンフのマフラーをつけてた時に、そのステーがよく折れてたんでね、サイレンサーだけ3回買い直したんですよね。で3回目のサイレンサーが折れた時に、もう買い替えるぐらいやったら溶接機買った方がいいわってなって、溶接機に手を出しましたね。あるとすごい便利ですね。溶接棒もですね、ステンレス用と軟鉄用と2種類揃えておくと楽だと思います。何かにつけてね。以上、ヒデオでした。はい、というわけでおまけ動画です。昔のブルックランズのエキパイナーサイレンサーなんですけど、ここのレールのところがよくねボルトを通してあのステーを固定するんですけど、よく壊れてましたね、これが。これと一緒かな、こういう感じになるんですね。このボルトの頭が来るところがよく割れてたんですよね。めちゃくちゃいい音しますけどね。ちなみにここは私のパーツ置き場ですね。結構やばいことになってます。カスタムしていくとこういう感じになっちゃいますね。